いつの時代も子供たちに大人気の戦隊ヒーロー。今やその人気は子供に限らず大人にも及ぶほどです。そんな数々の戦隊ヒーローが存在する中、そのモチーフが恐竜となっている作品が実は多く見られます。それは一体なぜなんでしょうか。皆さんこんにちは、星真奈です。今回は恐竜をモチーフにしたヒーロー戦隊と、なぜ恐竜が多いのか、その理由をご紹介していきます。1、恐竜がモチーフとなった戦隊作品。2019年春スタートのスーパー戦隊は騎士竜戦隊竜ソージャーと発表され、今から視聴者の期待は膨らんでいます。この作品、恐竜がモチーフとなるということですが、実は過去の戦隊ヒーロー作品にも同じように恐竜をモチーフとしたものが3作存在します。その1、恐竜戦隊10レンジャー。1992年にスタートした第16代ヒーロー恐竜戦隊10レンジャー。その中で恐竜がモチーフとされているのは3人の戦士。レッドはティラノサウルス、ブルーはトリケラトプス、そしてピンクはプテラノドンがそれぞれモチーフとなっています。イエローはサーベルタイガーをモチーフに、ブラックはマンモスがモチーフとなり、他の3人とは区別されています。そして6人目の戦士グリーンは、その名の通りドラゴンがモチーフ。それぞれのキャラクターを引き出すため、様々な工夫が施されていますね。その2、爆竜戦隊アバレンジャー。2003年にスタートした第27代ヒーロー爆竜戦隊アバレンジャー。恐竜というモチーフが荒々しく、たくましい若者たちが活躍する戦隊のイメージに合うとして採用されたと言われています。そのタイトル通り、暴れブラックのアスカは竜人族のレジスタンスで、暴れっとの両方たち3人にダイノブレスを与えた竜人であるという設定や、喫茶店恐竜屋のマスター杉下龍之介は恐竜屋をアバレンジャーの拠点として提供し、メンバーの精神的支えとなるなど、細かい設定にも恐竜のテイストが散りばめられています。その3、充電戦隊恐竜ジャー。2013年にスタートした第37代ヒーロー充電戦隊恐竜ジャー。10代充電竜に打ち勝った強き竜の者たちで結成された戦隊で、決め台詞は史上最強のブレイブ充電戦隊恐竜ジャー。主人公桐生大吾は充電竜ガブティラに勝利し、牙の勇者恐竜レッドに選ばれました。イアン・ヨークランドは充電竜パラサガンに勝利、弾丸の勇者恐竜ブラックに選ばれ、有働信治は充電竜ステゴッチに勝利、鎧の勇者恐竜ブルーに、そして立風館総司は充電竜ザクトルに勝ち、斬撃の勇者恐竜グリーンとなり、ヒロインアミー柚月は充電竜ドリケラに勝利することにより、角の勇者恐竜ピンクに選ばれることとなりました。ちなみにこの作品の続編にあたる作品、充電戦隊恐竜ジャーブレイブが韓国で放送されています。こちらは日本版の続編として、原点の設定を残しつつキャストに韓国人俳優を起用、充電竜や敵組織などに新規の要素を盛り込み、韓国版オリジナルストーリーとして新たに制作されたものです。この恐竜をモチーフとした3作品はほぼ10年のサイクルで作られましたが、2019年スタートの騎士竜戦隊竜ソージャーは恐竜ジャーから6年での制作となります。6年経っていれば視聴者層であるお子さんの世代も入れ替わっているかもしれませんね。2、ヒーロー戦隊に恐竜が多い理由。車などの乗り物と並んで、恐竜はいつの時代も男の子の憧れ。戦隊ヒーローに限らず、ウルトラマンなどの怪獣も子供たちを夢中にさせました。子供たちをワクワクさせる要素として、恐竜という響きは魅力的なキーワード。ヒーローのモチーフとして使われるのも頷けますね。いかがでしたか？ヒーロー戦隊に恐竜が多い理由。大昔、地球上にも実在した恐竜ですが、残念ながら私たちは実際に目にしたことがありません。だからこそその響きはロマンをかきたてるのかもしれませんね。竜ソージャーのスタート、今から楽しみです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。